気道、お水を飲みながら。ゴドットだ。わあ。わあ、フェニックスフラワー。テケテケテケ。準備をしている。スイッ。あ、ちょっとこれカメラが。キャメラ。ソーリー。ベイ。わ、なんか見つけた。女の子を見つけよう。ランタン。火が必要だって。外？暗い。ランタンどこだろうね。ろうそく、ろうそくが必要だよ、ろうそく。キャンドル。ひゃあ、あそこにあるのがフェニックスフラワーか。はい。あった、これキャンドルじゃない？はーい。ぼっ。わーい。妖精光ってるんじゃない？妖精さんちだ。はーい。妖精、これあげるよ、ハープ。ブーツあげる。やったー！ラブ。ポッとしてる。ポッ。靴。靴でハイジャンプできるぜ。わーい。上に行ける。わーいわーい。ほんと？でも亡くなってるよ、誰か。二人亡くなってるよ。もしかして去年の二人だったらどうしよう。そんなことないよ。その視線なのかもしれないよ。数百年後。数十年後。わーい、登れた。たんだららん。なぜハープをあげたのか。わあ。寒いよ、ブルブル。何これ、トゲ？触んない方が良さそうだな。大丈夫だ、明かりだった、ただの。ぽいぽい。明かり。食べたらおい、甘そう。ドゥイン。わー、妖精の羽凍りそうだよな、冬の山で中で。妖精を超えた、よし、私の勝ちです。あー、間違えた、こっちだ。キャー、負けたわ。わー、背景がオーロラだ。来てしまったか。す、フェニックスフラワーだ。ランタン燃やせっていうの。え、私は火の力を持っている。ランタンでやったってこと？不死鳥が生まれるんじゃないの？わあ、生まれた。キャー、産んでしまった。二人の子供だよ、これは。手を振っている。燃えてる。新たな花が、フェニックスフラワーってそういうこと？燃やしたりも、燃やしたら新たな花が咲くんだ。わーい。やったな。キャー！レズリンさん。ラーラーラー。成し遂げた。本当に？他にもあったらどうする、ストーリー。でもこの絵があるから、二つの絵出てるね、もう。
そんなゲームだった。癒しゲームでしたね。わーい。こういうゲーム求めてます。つねこ。